こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は大丈夫の使い方というお話をしたいと思います。これですね、どういうことかというとですね、夜の商売の女の子、例えばキャバクラだったり出張系だったりお風呂屋さんだったりでお客様方と連絡先を交換していると、ことあるごとに大丈夫っていうメールや LINE を受け取ることになるんです。例えば今の時期にあるような台風って言っても、そんなに被害が大きいようなものじゃなくて、なんか雨すごいなーくらいのものでも一斉に大丈夫と連絡が来ます。それから震度2くらいの地震でも大丈夫と来ます。風でお店を休んで、そのことを写メ日記でお知らせしてもたくさん来ます。これですね、多分送ってる方は1対1のコミュニケーションのつもりだから、この辺のすれ違いが起きると思うんですが、実際は女の子にとっては1対何十とかです。例えばちょっとした地震があった時に、気になってる異性一人から大丈夫って連絡が来たら、それは嬉しいと思うんですが、商売やってる女の子からしてみたら、ことあるごとになんか一斉にたくさんのお客様から大丈夫と言われてるわけで、嬉しいというよりも正直対応が負担になってきます。もちろんこれもお仕事のうちなので迷惑だとは言いませんが、そもそもこういう時に大丈夫って送ってくる人って、おとなしい感じのいいお客様が多いんです。ですからこういう時に優しい言葉をかけることで、親密度を深めたいとか、女の子に安心してほしいとか、そういったつもりで全く悪気なく心配してるという連絡をしていると思うんですが、残念ながらこれは逆効果で、優しい人というよりも面倒くさい人というイメージがつきがちです。割と普段は遠慮して、姫予約のやり取り以外の連絡は遠慮して控えてるような人でも、これだけは送ってくる方が多いので、なんかその辺はちょっともったいないです。特に本当に具合が悪くて休んでる時なんかは、熱があって頭痛に耐えて横になってたりする隣で、ひっきりなしに LINE の通知音がしたりするんですよ。開いてみると、大丈夫っていうシンプルな心配系と、大丈夫俺が一緒に添い寝してあげようかわらわらっていう冗談系と、大丈夫水分をたくさんとって十分に睡眠をとってくださいというアドバイス系の3つに分かれるんですが、それらをね、フラフラになりながら順番に返信している女の子のことを考えたら、こういう時はそっとしておいてあげるのが一番お客様として印象がいいです。それでも心配だというなら、その当日の連絡はひとまず我慢しておいて、次にお店で顔を合わせた時に、あの時はこうだったみたいだけど大丈夫だった？と声をかけましょう。その時に、心配だったんだけど具合悪い時に連絡なんかしたら余計に負担かけちゃうと思ってさ、と一言加えると、一気に分かってくれてる、めっちゃいい人ってなって、他のお客様と差がつきます。女の子に好印象を与えたいなら、絶対にこっちのやり方の方がいいです。はい、本当に悪気はないとか、良かれと思ってやったことが必ずしも相手に喜ばれるとは限らないっていうのが難しいところですよね。藤村さんも昔は指名のホストに、誕生日にその人の顔写真が全面にプリントされた直径1メートルのケーキなんかをサプライズで用意したりした黒歴史もありますから、もう誰かその辺の記憶だけ消してくれないかなと思ったりもします。それでは短いですけど、今日はこの辺でお上がりなさいませ。